正宗様、あの男、忘れちゃいねえさ。小田原で石田の下にいたやつだ。よく来たな、ガスピー。だって、正宗、俺様が味わった苦痛、たっぷり思い知らせてやる。 リベンジか。まあそれ自体は構わない。その血は何、どこで何をしてきた。気になる。そりゃ軍神様の血ですから気になっちゃうよね。 奴の話どうも小次郎。信じたくはず。あとは任せたぜ。マグナムブーツ。あれれ、こそこそ逃げる相談ですか。でも 逃がしませんから。残念。あの人、あの人、あの人、やり直せるんだ。全部白紙だ。そうだ、俺様は豊臣家の権勢を時代を背負って立つ ごと、ママベ様になった。よっしゃ、一番やり。ざまみろ石田、ついでに黒だ。光明神様って、身を滅ぼす理由としちゃありきたりだな。お待ちください。おお、様子がおかしい。秀吉様、見ててください。 誰がさ、ふさわしいか証明しますから。今から証明しますから見ててくださいよ、見ててくださいよ。自陣の動きがいささか噛み合っておらぬようですな。一つ残ってりゃ十分だ。二つにだって戻せんだよ。勝つのは 俺らの何馬身も先を走ってんのさ。雪崩を食い止めるのは今か。雪崩を食い止めるのは今か。雪崩の戦いじゃないんだから。 登場の陣。進
サブ俺を醜いと思いてえなら思えばいい。だが俺に恥じるところはねえ。だってさ、おとなしく俺様にやられちゃってよ。おい小次郎、こいつの話ぶりまさか。それとも右目の方からえぐっちゃおうかな。軍港立て放題来たー。おそらくあの時小田原での戦と一言一句同じ。この男が石田軍の先鋒として現れた時だ。 No way。 なんてこった。この剣先を鈍らせる者、迷いか。負けの戦なさねばならぬは、ただそれのみ。死んでしまうな。痛かった、ねえ、痛かった。どこが、どれくらい、ねえ。あの軒先でただひたすらに竹刀を打ち合わせて、そんな日の末が今ならば、俺はもう迷わねえ。政宗様、ひがめよ、この男は。見つけた見つけた。必ず後悔させてやるよ。俺様の視界に入っちゃったことをさ。絶対文句除外しか。こうなる前に逃げときゃよかったのにね。もう遅いね。残念だね。切られるのと刺されるのとえぐられるのとちぎられるのね。どれがいい、うん、ねえ、まあどっちにしろ豊臣若手第1位である俺様の敵じゃないですよ。ねえねえ、こいつは本当にあの時をやり直しているのか。とんでもねえ話だ。リベンジしてやるぜ。国破れて損はない。残念。ボロンボロン。もう1位はいないんだっけ。じゃあ誰か繰り上げるしかないよな。誰だ、誰がいい、誰でもいいか。早く決めなきゃ、早く。獲物が逃げちまうよ。前科に又兵衛様の名が知れ渡った。
ほら見ろ、ほら見ろ、俺様はやっぱりスネーパー。その時代は千年の時を超えて繁栄を極めるのであった。